どうも、チームシーク中村です。今回は、天井の内張りを剥がして、そこに住宅用のクッションフロア材の貼り付け、さらに LED 照明の取り付けといきます。内張りは天井についているこのボタンのようなものをマイナスドライバーなどを突っ込んで取り外していきます。できれば内張り剥がしっていうものが家用品店などで売ってますので、そちらを使った方が作業は楽ですね。まあ、この時はそれを持ってなかったのでマイナスドライバー使って剥がしたんですが、まあ、結局途中でそれを買いに走りました。内張りを剥がして鉄板むき出しの状態になったところで、断熱用にソーラーパネルを買った時に入ってた梱包材を天井に貼り付けました。貼り付け方法は、皆さんご存知の、G17 ボンドです。子供の頃に工作用で活躍してくれてたんで安心感があり馴染みのものを買いました。安かったし。クッションフロアですが、ホームセンターで買いました。決め手は値段です。10センチ68円でした。まあ、最初見つけた時なぜか勝手に1メートルの値段かと思ったんですが、よくよく見たら10センチあたりでした。まあそうですよね。まあ、フロア材が貼ってない前方部分は棚を作る予定なので貼りませんでした。横は釣り棚を、取り付ける予定です。これらの部分を結構貼ってたら購入したフロア材では間に合わなかったので、まあ、あえて貼りませんでした。確かフロア材2メーター買ったんですが、全て使い切った感じですね。LED 照明ですが、明るさの調整が欲しいので変圧器で LED の明るさを調整できるようにしました。変圧器は Amazon で並行輸入品で、180円でした。まあ、その変圧器なんですけれども、内張りを剥がしたらルームライトを固定するための金具が現れたので、これを利用することにしました。前の席の上にもルームライトが一応付けられるようになってるんですね。内張りを剥がしてみて初めて知りました。今、変圧器の穴の位置に、まあ、ドリルで穴を開けて、まあ、ただその開けた穴がビスが入らなかったので再度穴を広げているところです。ここの材質はボディの材質よりも硬いものを使ってるんでしょうかね。穴を開けるのにもこの小さな電動ドライバーでは少し苦労しました。まあ、ドリルの刃が終わってるのかもしれませんが、クッションフロア材も G17 で貼り付けました。多少ボコボコしてる部分が気にならなくはないんですけれども、この時はあえて見ないようにしてましたね。まあそれも味かなって思い込むように努力しながらの作業です。 G17 ボンドですが、速乾性があって大きなクッションフロアを貼り付けるためにはかなり素早く作業しないとダメですね。接着力は十分なんですが、この辺りで洗濯ミスだったのかもしれません。ようやく穴が開きました。穴は車体前面側の2箇所で止めることにしました。後ろ側はちょうど横に走っている鉄の角材の角の部分に当たるので、結局両面テープで固定することにしました。前側2箇所でビス止めしてるんで、まあ、それで十分かなって。変圧器とルームライトの固定金具の幅が奇跡的にぴったりサイズでした。これが購入した変圧器なんですけれども、まあ、見た目のレトロチックなところが気に入って一目惚れで即買いでした。 Amazon で並行輸入品で、まあ、180円でしたし、まあ、一応マスキングテープで一晩固定しておきました。配線を接続するためにはマイナスの精密ドライバーが必要でしたので、近所の100均で購入しました。ダイソーが歩いていけるところにあるので便利です。実は歩いて行ける近所に2軒の100均があります。マイナスのネジって久しぶりに見た気がしますが、それに合わせて精密ドライバーが必要って珍しいですよね。レトロっぽさ満点って感じなんですけれども、これでボディがアルミ製だったら言うことないんですが、そこは180円の変圧器です。
まあ、マイナスドライバーでネジを緩めてここに配線していく形ですね。垂れ下がってる配線は、クッションフロアの中を通って、最終的にサブバッテリーとこの変圧器と接続するようになってます。してます。変圧器の動作テストでアウト側に LED を接続したところです。まあ、購入した LED はテープライトというらしいんですけれども、ハサミで好きな長さに切って使うこともできます。1メートルのものを買ったんですけれども、長さ的にもちょうど良かったですね。値段も Amazon で890円でした。裏面には、まあ、両面テープが貼り付けられてるんですけれども、この辺りの接着力っていうのはちょっと信用できないですよね。LED の明るさ調整は画像では点滅して見えるんですけれども、まあ、この点滅の速度で明るさを調節してるらしいです。実際は点滅してるかどうかっていうのは目で見ては分かりません。まあ、無事に明るさが調節できてホッとしてます。最初から明るさを調節する機能があるものもあるんですけれども、ちょっと値段が高い割にデザインがいまいちだったりするんですよね。まあ色を変えられるっていうのもあったんですけれども、特に色を変えたいっていうこともなかったので、まあ一番安い単色ホワイトにしました。明るさがどうかってのが一番心配だったんですが、まあ良さそうですね。なんか良くないですか、この変圧器。お、ちょっとお気に入りです。配線も4つあって、インとアウトのプラスマイナスが変圧器のボディに書いてあるので間違いようがないんです。ボディに配線のインアウトが書いてあるのもなんかいいですよね。で、一応天井に貼り付けてみたんですけれども、案の定テープの接着力は想像以下でした。でも性能的には満足してます。まあなんて言っても890円なんで文句もないです。天井の高さをなるべく低くしないように、まあ、横に走ってる鉄の角材を出すようにクッションフロアを貼り付けたんですが、まあ、そこもインダストリアルっぽくて気に入ってます。そのうち黒に塗装しようかとも思ってますが、まあ、黒が正解なんですかね。このテープライトにしたのも天井をなるべくすっきりしたかったからですが、まあ、それは正解だったような気がします。あとは夜使ってみてどうかってところですよね。結局ボンドは LED の裏面に塗って貼り付けました。一応マスキングテープで一晩固定しておいたんですけれども、まあ、残ってた G17 のボンドで貼り付けたんで接着という点では安心してます。まあ、天井につけたクッションフロアのつなぎ目の部分がいまいち気に入らないところではありますね。まあ、G17 の速乾性のおかげで焦って貼り付けなきゃいけなかったのでっていう、まあ、言い訳をここで入れさせてもらいます。まあ、電力はサブバッテリーの置き場所も決めてないので、仮でソーラーパネルのコントローラーにつないでテストしてます。そのうち天井のクッションフロアを古木のような感じでハケで塗装したいとも思ってますが、今のところ失敗するイメージしかないのでいつになるかは未定です。それこそ YouTube で勉強してからにします。明るさに関しては十分明るいんじゃないかと思います。まあ、なんといっても180円の明るさを調節するコントローラーもバッチリ機能してくれて満足ですね。まあ、夜の状態での明るさがどうかってところですが、その様子もこの後流れます。よかったらコメントください。
最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。